ここでは、四分位範囲のところで使う四分位の部分およびそれを利用した箱引げ図について取り上げてまいります。まず、初めのページはあの多少復習になりますが、ご了承いただければと思います。例えば、17、28、32、39、45、47、53、67、72、83、94っていうふうな11個の数があったとします。 で計算で四分位範囲や四分位偏差、すなわち四分位範囲割 ÷2 を求めるときには、ヒンジというふうな方法を使います。これは、Excel とかで扱うクォータイルとは別の求め方になります。ヒンジの場合には、先に中1、中央値を出してあげる、中央値、中央値っていうふうなものは、メディアンとも言いますけれども、 並べ直してあげて、ど真ん中のところの値、偶数個の場合には、ど真ん中の2つの値のちょうど間の部分を中1、中央値というふうに呼びます。で、この中1の値が設定できるときには、正確には、この中1の値が、えっと、その実際に存在している場合には、 その値を抜いた前半、後半に分ける。その、えっと、偶数の数っていう風な形の中で、中1という風なものが、えっと、値として計算はできるかもしれないけれども、そのデータの中にはないという風な時には、前半、後半に単純に分ける。で、その状況の中で、前半の 1> 中1、後半の中1っていうのをそれぞれ取ってあげる、これが、ヒンジによる第一四分位数、第三四分位数の部分になります。今回の11個の値であれば、中1は、えっと、前から後ろからも6番目に相当する47が該当しますので、この47を外して、前半5つの中でど真ん中の値、すなわち、これだったら32が第一四分位数。 後半の5つの中でど真ん中の値は第3四分位数。今回だったら72が該当いたします。なので、四分位範囲っていうふうなのを計算するときには、この第3四分位数から第四分位数を引いてあげて求めるというふうな形になるので、72-32で40というふうになります。四分位偏差はこれ、割る2で求めるので、20となります。こういうのを利用して、箱ひげ図というふうなのを書いてあげた。 で今回の場合は箱ひげ図、最小、最大それぞれ出してあげて、第1四分位数から第3四分位数までを太くしてあげて、中1をちゃんと見守り入れてあげる。で、これとは別に平均の部分にバス印をつけるという風なところが、箱ひげ図で通常書くやり方になります。 箱引き図とは最大最小を明示して、第1四分位数から第3四分位数のところを太くして、中1を刻む、平均などはバス印をつけて表すっていう風なやり方になるので、こういう風な図になるんだけれども、極端にずれた値という風なのは、実はエラーなのかもしれないっていう風な可能性があるので、外れ値という風な言い方をして、区別をしてあげるという風な習慣をつけることが大事になります。 じゃあ極端にずれた、どういうふうに判断すればいいんだろうここで使うのがこの四分位範囲の発想、および第一四分位数とか第一四分位数というふうな四分位数というふうな発想になります。参考までに、中1のことを第二四分位数というふうに、一応、便宜上呼んでおくことにいたします。 1> 第1四分位数、第3四分位数のそれぞれの部分から四分位範囲 ×1.5、150%だけ、さらにずれてもまだ含まれないというふうなものを、外れ値というふうに呼びます。外れ値の中には実際には意味あるような場合というふうなのもございます。例えば先ほどの数値例の中で最後の数字だけ133にちょっと直してあげたような11個の数、用意してみましょう。基本的には四分位範囲、同じように、 極端な値が入っても変わりませんから、極端な値に置き換えられても変わりませんから、入ったっていうふうなのと影響するかもしれないけれども、置き換えただけなので変わりませんから、四分位範囲は40、四分その第一四分位数が32、中1が47、第三四分位数が72っていうふうな、この状況は変わりませんで。この場合には、この第三四分位数である72からさらに四分位範囲の1.5 5倍までずれるすなわち72プラス渋い範囲の4 0かける1 5これ計算すると132までになりますからこの132までに入らない数字今回あったら133は外れ値となるわけです。で箱引き図を描く時には外れ値っていうのを外して最大最小っていうのを設定して外れ値のところに点を打つっていうふうな習慣をつけます。 今回の場合であれば、133は外れ値というふうで外れることになるので、133を除いた最大値としての83の部分が該当することになります。で、なので、こういった図を描いてあげて、133というふうに外れたところに点を打ってあげる。ちなみに今回の場合だと平均が56になるので、56のところにバッ印をつけてあります。 小さな外れ値っていうのも同様に、第1四分位数から四分位範囲の1.5倍まで引いてあげた値よりも小さいときには外れ値というふうに扱う、こんなふうに設定をいたします。外れ値の設定方法っていうふうなのは、他にも標準偏差を利用する方法っていうのもございます。 参考までに標準偏差を利用した外れ値というふうなものを取り上げておきましょう、えっと。正規分布と呼ばれるようなもののように、釣り金型の分布に近い形で出てくる確率が決まる。例えば、今これだったら、えっとその、このグラフの高いところに対応する値というふうなのが比較的安いというふうな、そういうふうな形で確率が決まってくる。このような場合には 標準偏差を利用ししたハズレ値といいいうううふうな出し方っていうのがございます具体的には平均から標準偏差を2倍ないしは3倍までのあいうところのを超えてずれる場合っていうのを外れ値というふうに扱います。正確にはどういうふうに計算するのっていうふうに言われたときには、えっと、先ほどの取り上げや正規分布というふうな比較的よく出てくる確率に関する分布の場合にはスミノルフグラブズ スミノルフグラブス検定などのような、外、え、れ、っと、値に関する範囲を決める方法っていうふうなのが何通りかございまして、でそういうふうなものを利用して、外れ値っていうのを範囲を指定してあげるというふうな形を取ります。で、この標準偏差の2倍から3倍っていう風なのは、2倍できる場合も3倍できる場合も、えっと、ざっくりと説明をするときには実はございます。なので、あのこんなような書き方っていうのを一応してある。 価値の偏差値とかでイメージをするならば、偏差値70以上から以上と30以下を外れ値として扱うというふうな場合っていうふう風なのが、標準偏差を2倍で外れ値ってを設定する場合、えっと、偏差値の80以上と20以下の場合っていうふうなので、外れ値を設定するというふうなものが。 標準偏差の3倍を利用してハズレ値を設定する場合っていうふうに該当いたします標準偏差を利用したハズレ値というふうな計算の仕方があるんだというふうなことを知っておいてほしいなと思います先ほど取り上げた四分範囲を利用するっていうふうなあり方は並べ直しが必要になります小さいものから大きいものまで並べ直しが必要になります 並べ直しが難しいとかのときにはこういうふうなやり方を取るっていうふうなことを知っておいてほしいなと思います。で、Excel では正確には品種を計算する方法ではなく、品字はあくまで手計算用の四分位数っていうふうなところがございます。四分位数というふうな定義にはいろんな定義が実はあって、この中で皆さんに知っておいてほしいっていうふうな ものとして、エクセルで四分位数を計算したいというふうな時に使うクォータイルというふうなやり方では、四分位数の定義が、ヒ次度とは微妙に違うんだというところを押さえておいてほしいなと思います。今、ここに正確な定義書いておきました、クォータイルインクないしはクォータイルというふうなやり方において、第一四分位数というふうなのは、じゃあ、ええっと、 n 番目までなら、その小さい方から大きい方に並べたするならば、じゃあ n、n プラス3を4で割ってあげた番目のところの数っていうので、第1四分位数。その、n 個の数に対して、3n プラス1を4で割った数、番目の数というふうなのを、第3四分位数というふうに、基本的には定義をいたします。ちょっと、どういうふうにずれるのかなっていうふうのを、実際見てほしいなと思います。 例えば、1、3、6、10、16というふうな5つのデータがあるとします。この場合には中1、6になるっていうふうなのはど真ん中の値だから、すぐにわかるはずです。ヒンジで計算する場合には、前半の中1となるはずだ。前半この場合には1と3だけになるので、で、そのど真ん中の値っていうふうな意味で言うならば、1たす3割る2で、第1四分位数を2というふうに出てきます。これに対し、第3四分位数というふうなのは、 後半に相当する6を除外した後半である10プラス16で、この値を2で割るっていうふうなことによって、第3四分位数は13というふうに決まる。じゃあ、クオータイル、なにじゃクオータイルインクに関して言うならば、第1四分位数ってどうやって計算するのか、先ほどの式に当てはめてあげればいい。5つのデータだから5プラス3。 これ全体を4で割ってあげるとするならば、8割る4で2ってなる。すなわち、2番目の数が該当する。今回やったら2番目の数は3なので、3に当たる。第三四分位数に関するならば、データが5だから3、3る5プラス1、15プラス1で16。16を4で割ることによって4。今回やったら4番目の数。 ここでは10が第三四分位数に該当いたします。ヒンジの場合と値が微妙にずれるっていうふうなことっていうのを知っておいてほしいなと思います。で、今ここでは何番目というふうなのが比較的設定しやすかった事例を取り上げて説明をいたしました。で、じゃあ、 もうちょっと違う場合例えば1234567891011っていうふうな11個のデータが足するこれだと中1は6だっていうふうなのがかかあるしヒンジっていうふうなもので使った利用した 1> 第1四分位数っていうふうなの、前半1から5までのど真ん中の数だから3、第3四分位数、ヒンジによる第3四分位数っていうふうなのは、後半7から11までの中でど真ん中の数だから9が該当いたします。これに対し、クオータイルで計算をするというふうな場合、なんでヒンジのクオータイルっていうふうに分かれるんだろう。で、なんでヒンジで計算してくれないのっていうふうに言う方いらっしゃるのかもしれません。 私、えっと、分位数っていろんな定義がある中で高校生のところとかで教えるっていうふうな時にも実は「ヒンジ」って使うんだけれども一番手計算しやすいものっていうふうな形で私分位数について「ヒンジ」を取り上げたっていうところがある反面実はヒンジのやり方には 統計の性質上、あまり使い勝手が良くない部分っていうのが一部あるっていうことが知られていて、でその関係で、エクセルとかでは、ヒンジで計算をするっていう風なやり方っていうのをあえて入れていないっていう風な部分がございます。じゃあ、エクセルで計算できるクオータイルでは、どういう風に計算するんだろう。 今回とかであれば、11個の値で、そのデータがあるから、11プラス3で14。1 4る4で3.5、えっと。だから、3番目と4番目の中間の値が第一四分位数に該当する。今回だったら、3と4。3番目の値は三4番目の値は4だから、その中間の値だから3.5っていうふうになる。同様に、データ数が11個だから、3×11、33、プラス1で34。 34÷4 で8.5。だから、8番目と9番目の中間の値が第3四分位数に該当する。今回だったら、8番目の数は8、9番目の数は9。この中間の値だから8.5が該当する。こんなふうにして、ヒンジとクォータイルっていうふうなのは、微妙にずれるっていうふうなところであるわけです。 じゃあ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10の10個の個数を例に取ったとします中1計算してあげると、えっと、ちょうどど真ん中の数はなくど真ん中に相当する5と6の間の値に当たる5.5が中1に該当する。ヒン計算する場合には中1の値が存在しない場合には前半後半そのまま分ければいいから。 第一四分位数っていう,ふうのを計算すると、今回やったら、1から5までの前半のところの中で、そのど真ん中の3が、えっと、その第三四分位数を計算するときには、後半6から10までの中で、ど真ん中が大だから8というふうになります。これに対して、クオータイルで計算するっていうときうには、データの数が10だから、その10プラス3で13、13を4で割って、3.25っていうふうになる。 3.5よりも3に近い側になっているっていう,ふうなのがわかるはずだ。そうすると、3番目から4番目の間をちょうど4等分してあげて、3番目のところに近い値が該当する。これが第一四分位数になります。今回であれば3番目の数が3、4番目の数が4。だから、3と4の間ってのはちょうど4等分してあげると3、3, 3.、3.25を3.5、3.75を4というふうになりますから、 その,その3つある間の数の中で、一番3番目の数でゃ三3に近い方としての3.25が第一四分位数というふうになります。データの数が10個ですから、3×10、30で、30プラス1で31。31を4で割って7.75。すなわち、7.75っていうふうなのは、7と8の間、 の中では、8側に近い方とてになる。そうすると、7番目から8番目の間っていうのを4等分して、8番目に近い値っていうふうなのが該当する。今回やったら7番目の数が7、8番目の数が8だから、7と8の間をちょうど4等分してあげれば7、7、7.25、7. 7.5、7.75、8というふうになる。その間の数、7.25、7.5、 7.75っていう風なこの3つの中で、一番8番目の値である8に近い値、今回であれば7.75が第3四分位数に該当いたします。こんなふうにして、ヒンジの値とクオータイルの値っていうなのは、微妙にずれるんだ、ただ、エクセル計算をするのはクオータイルの値なんだっていうふうなところを押さえるっていうのが大事になってきます。 実際のエクセルのコマンドを見ると、クオータイルとクオータイルインクとクオータイルエクスの三つのものがございます。クオータイルとクオータイルインクは、えっとその基本的には同じ値を出します。クオータイルは昔のエク c e l でも使えるもの。クオータイルインクは、あのえっと新しいエクセルじゃないと使えない命令っていう風な特性がございます。で、えっとクオータイルインク っていうふうな命令ができ、コマンドの命令ができるのと、同じときにクオータイ X っていうふうなコマンド命令ができました。で、クオータイ X に関して言うならば、最大最小の値を1つずつ重ねて、クオータイインクを計算するというふうなやり方っていうのをとっています。例えば、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11っていうふうな11個の数があるとする。この11は6であり、えっと、第1四分位数は3第3四分位数は9っていう風なのはさっき確認した通り。クオータリー X では最大の最小の値を重ねるから、今回やったら1と11をそろえて重ねてっていうふうな13個の値にして、クオータリーインクを計算してあげればいい。そうすると、じゃ13。 このデータだから13プラス3、16、16を4で割って4。だから4番目の数を該当探してあげればいい。今回だったら1、1、2、3っていうふうな形で4番目の数は3になる。これが第一四分因数になる。3×13 プラス1、すなわちデータの数が13だから3倍して1を足してあげた形。3×13、39。39プラス1で 40, 40。40÷4 で10。 これにより10番目となる9が第三四分位数というふうな形に回答いたします。えっとその10番目実際になるかっていうのを確認してあげると1、1、2、3、4、5、6、7、8、9となるので10番目の数は9というふうに確かになってます。今回の例におよにヒンジとこのクオータイル X が 一致するというふうな場合というふうなのがございますところが完全に一致するわけではございませんそれをちょっと確認してもらうために1,2,3,4,5,6,7,8,9,10というふうな10個の数の場合でちょっと見てみたいなと思いますこの場合には中1計算してあげればえっとそのちょうどど真ん中の数ありませんからど真ん中に相当する5と6の間の5.5が中1になる 禁止の場合には、先ほど見たように、第四分位数が3、第三次分位数は8とい言うと。クオータイルドット X では、その最大の数10と最小の数つ1っていうのを、一つずつ重ねた、この12個でクオータイルインクを計算してあげればいいことになる。 じゃあ、今データの数12個あるから、じゃあ12プラス3、15。15ある4で3.75。3.75っていうふうなのは、3番目と4番、3と4の間の中でも、4側に近い数字になってる。すなわち、3番目の数、今回だったら2と、4番目の数、今回だったら3。この間を4等分してあげて、4番目のか数、すなわち今回だったら3。 に近い値これが第1四分位数というふうになる。今回やったら2、2.25、2.5、2.75、3だから、2.75、3、なち4番目の数である3に近い2.75が該当するってことになる。これがクオ X による今回の第1四分位数になる。 同じようにデータの数12個って補正をしたから、じゃあ 3×12、36。36プラス1、37。37÷4。で、9.25。9.25って数は、9と10の間で,間でも9に近い側になってる。すなわち、9番目である8と10番目である9。この間を4等分して、9番目に近い値が第3四分位数になります。今回であれば、8。 8.25、8.5、8.75、9というふうになりますから、間3つの数、8.25、8.5、8.75の中で、9番目の8に一番近い8.25が第三四分位数になるわけでございます。で、これを実際にちょっと、あの、 エクセルだとどんなふうに扱うんだろうっていうふうなところっていうのをこちらの例でやってみたいなというふうに思います。で、今ここでは11個の数用意してみました。なので、えっと、6番目の数が中1、47。で、えっと、その第1四分位数が32。えっと、第3四分位数が72っていうふうに比較的容易に分かる先ほどの数値例っていうふうな元にして、いろいろと出してあります。 先に中1出ししておきましょうあ確かに47ってなってるなっていうふうなのがこれでわかる平均出しておきましょう A1 から A11 までっていうふうな形 であそうすると平均は52.45ぐらいなんだなっていうのが分かる。で、クオータイルっていうふうに入れるときに先ほど取り上げたようにドットインクで計算をしてあげる。これが 第一四分位数のとか、第三四分位数とかの計算の仕方で、じゃあ、A1 から A11 までの範囲で、第一四分位数では1を、第三四分位数では3を入れてあげる、中1では2をここに入れてあげることになります。で、最大最小が実はク、クオータルトットインクでは、0と4を入れてあげることによって計算することができます。 ちょっと試しに0を入れてあげましょう。確かに最初の17っていうのが出てきてるのがわかる。 インクで、A の1から A の11まで、じゃあ、第1分位数っていうのを計算してあげれば、はい、こんなふうに35.5というふうな値が出てくる。先ほどのヒンジで計算した32とは違う値になってるっていうのが、これでわかるはずです。 A の1から A の11まで、じゃあ、中1も出してあげようとしたんあったら、こんなふうに47っていうふうに出すことができる。A の1から A の11まで、じゃあ、第3種分位数を出してあげようっていうふうにしたら、交体インクではこんなふうに69.5というふうになる。 A の1から A の11まで最大値出してあげようっていうふうにやればこんなふうに94っていうふうに確かに出てくるただし交ータイルインクではなく、交代 X で同じようにやってあげれば ちゃんとどこの値を出すのかっていうふうな指示をしてあげないと、こんなふうに例になります。で、第一四分位数計算してあげると、こんなふうに32って出てくる。クオータク X に関しては、最大最小のところっては出てきません。 1> 中1は47って出てくる。 A1 から A の11まで、第3四分位数をえ強度で X へ出せっていうふうにしたとったら、こんなふうに72って出てくる。あ、確かに、この11個の数値例では、ヒンジと同じ値が、第1四分位、第3四分位で出てきているなっていうふうなのが分かるわけです。一応、あの最小っていうのを出そうとしたら、 ミニないしはマックスで出してあげればいい。こんなふうに確かに出てきています。この11個の値に対して、挿入のグラフから箱比率を出してあげると、 こんなふうになります。で、ここ注意ね。より見やすく仕上げるっていうふうな形のところで、ちょっと今、じゃあ、えっと、その、中、名前つけてあげましょう。なんでもいいけれども。で、ここは大事なんだけれども、この、 第四分位から第3四分位までのこの四角の中で、データ系列の組織設定、今、これ、Windows は右クリックでやりました。で、平均マーカーを表示するっていうところにチェックを入れることによって、この平均の部分っていうふうなのを出すことができます。 他にもいろんな例えば、えっと、そのサイズだとかあのいろんなプロパティとかいろんな設定をするっていうふうなことができます。もう一回見せるよ。この四,四角の中、第一四分位から第三四分位までのこの四角の中を右クリックしてデータ系列の組織設定、これを押し上げることによって出てきます。 今ここでは要素の間隔っていうふうなところで110%出てきます。通常はこれ150%の値が出てきます。で、今回は外れ値が特に出てきてないので、こんなふうになってます。で、四分位相の計算っていうの中で、排他的な中央値っていうのが、今回、えっと、その通常で説明をした。 部分になりますし包括的な中央値っていうふうな場合には前半後半に分けてのいろいろな計算の部分っていうので中央値を入れていろいろと説明をするっていう風な形っていう風なのを取るっていうのなちょっと特殊なやり方を取るのであのき通常はこの排他的な中央値っていうのを選んであげてほしいなというふうに思います。 例えばこれ短くしてあげるっていうふうなこととかもいろいろできますあの。ちゃんと最大最小っていうのが入っているっていうふうな状況、および平均がちゃんと印がついているっていうふうなところを確認してもらえたらなというふうに思います。必要ならば このグラフ全体をコピーしてあげて、いろいろな画,、えっと、その画像とかの形に保存をし直してあげる。例えば、Windows とかだったら、ペイントとかに保存をしてあげるっていうふうなこととかでできたりします。でちょっとこの数字、もう一回出しておこうかなと思います。 今、ちゃんと A じゃなくて D にずれてるっていうふうなのは確認してもらえるかと思います。で、この値、ちょっと特殊な値にちょっと、えっと、移し直してみたいなというふうに思います。ちょっと今、こちらの元のものを用意してみましたので、ちょっと同じようにグラフを書いてみようか。 ててのグラフから箱引き図を出してあげるちゃんと四角のところっていう風なのでデータ分析の組織設定を選んであげて平均マーカーを印つける。 ちょっとあの大きく見せるために、こんなふうにあの少し長めに取ってみたいなと思います。じゃあ、先ほどお示ししたように、ここのところって言うんでいただいたら132っていうふうに設定かけてみると、こんなふうにギリギリまで入ってる。ちゃんと値ずれてるっていうふうなのは、平均とかずれてるっていうのは確認してもらえるはずです。最大値ずれてます。で 位の部分っていうふうなのは極端な値にず引きずられないし、中位の部分っていうのを極端な値には引きずられません。で、これが133になると、はい、こんなふうに、外れ値が出てきて、こちらの83のところに最大の部分っていうのが修正されたっていうふうなのが 確認してもらえるはずです外れ値っていうふうなものが含まれるような場合っていうのがあるというふうなのは押さえておいてほしいなと思います。で、こういうときに、えっと、今、平均の値っていうふうなのがちょっと増えているっていうのは、こちらの値ちょっとお聞きしましたから、確認してもらえるかと思います。 一応もう一回コピーをしておきましょう。中には、こうやってつけた平均っていうふうなのが、この外れ値を入れた最大値ごめん外れ、外れ値を除いた場合での最大値の表示よりも外側に出るなんていうふうな場合、なしはその逆っていうのも出てくる場合がございます。ちちょっと今こちらのものでももでう一回 挿入からグラフ、箱引き数出してあげましょう。 繰り返しになりますが、この四角のところで右クリックを押し上げることによって、平均マーカーを表示っていうのをちゃんとチェックをつけてあげる。 例えば、じゃあ500とかを入れてみましょう、ここの値ところ。そうすると、見ていただければ分かる通り、こちらの外れ値のところっていうのに500が入ってますけれども、このところ、平均の部分っていうふうなのは、先ほどの外した最大の部分。 よりも平均の値が大きくなっているので×印が外側に飛び出てるっていう風なのが確認取れるはずですもうちょっと大きな値を取ってみましょう650ほらこんな風に本当にずれているっていう風なのが確認取れるはずです650のところに実際に外れ値ポツーンと打ってある外れ値という風な形で実際に打たれているという風なところを確認してもらえるといいのかなと思います 外れ値というふうな値には何かしらの意味があるというふうな場合もございますので、外れ値だから全部エラーだというふうにとってはいけません。だけれども、えっと、その何かしら、ひょっとしたら打ち間違いとかの可能性も実はあるのかもしれないというふうなところを想定しながらやっていってほしいなというふうに思います。で、今こちらには10 11個の値のところで、クオータイルの計算っていうふうなのを一応しておきましたけれども、10個の値の場合っていうふうなのにちょっと直して、今、取り上げておきたいなと思います。 で、この10個の値っていうふうな場合、では、えっと、その中1見てあげれば、45と47っていうふうなのをど真ん中にくる46が該当しますし、返事の場合での第1四分位数は32、第3四分位数は67っていうふうに計算ができます。で、同じように。 計算しあげましょう。平均計算しあげましょう。で、クオータイル。インクのほう。 じゃあ最小値を計算してあげましょう。最初、ちゃんと柔軟になってるね。ちょっと一応、あの第一分位数求めてから、えっと、クオータイでの場合っていうので、同じように出,出してみますけれども。 見てみるか確かに33.75っていうふうな値っていうふうなのが出てきている。で、これは10個の値だから10プラス3で13、13、えっと、割る4で 3.25。すなわち3番目と4番目っていうふうなのを均等に4等分してあげて、その中で3番目の数に比較的近い値っていうふうなのが出てきているっていうのが確認できる。じゃあ32、39、じゃあこの値の間のところっていうのを取ってみよう。 35.5で、この値の間のところを取ってみよう。間のところを取ってみよう。あ、確かに、あこんなふうにして、あじゃあ、 3.25だから3番目の数32と4番目の数39っていうのの間、間4等分してあげたところの中で、その3番目の数32近い方っていうのは確かに33.75っていうふうに出てきてるなっていうふうなのがこうやってわかるわけです。で、一応計算しておくと、表体いる。直接インクとかつけない場合には、 確かに同じ値が出てきている、インクの場合と同じ値が出てきているというのは確認してしまうはずです。じゃあ、中1のところっていうのも同じように出し上げましょう。ちゃんと中1になってるね。 第三四分位数は9ーダリインクではこんなふうに63.5ってなる。で、これはデータの数が10だから 3×10 プラス1、31割る4で7.75、すなわち7番目の数である53と。 8番目の数である67この間の数っていうふうなのを4この,この間をちょうど4等分してあげればいい4等分してるよ。 でその中で7.75だから7番目の数53と8番目の数67の間を4等分仕上げてその中で8番目の数に近い方が該当しているっていうのがこれでわかるわけです。 同じように L1 から L の10まで。最大値、4って求めると、こんな風に83っていうのが達成に出てくる。ちゃんとミニマムとなってるかなっていう風なのを見てあげれば。なってるな。マキシマムとなってるかな。で、見てあげれば、あ、なってるな。で、 X の方で、第1四分位数っていうのを計算してあげると、31っていうのが出てくる。クォータよりではインクでも X でも、第2四分位数、すなわち中1の値っていうのは同じになります。 確かに一致してます第3四分位数はって言ったら68.25で出てくる。本当にそうなるのかなじゃあこの値っていうふうなのをちょっと。 取り出し直してみましょうで最小の部分と最大の部分を重ねるでクオタイルインク じゃあ第1分二数はって計算したらあ、確かにさっきと同じように31になってる。最大最小を一つずつ重ねてあげた状態で。 インクで計算を仕上げたあ確かに46一致してる。あ確かに68.25って一致してるなっていうふうなのはこうやってわかるわけです。 こんなふうにして、ヒンジとクオータイルの違いっていうふうなのをしっかり押さえておいてほしいなというふうに思います。で、えっと、クオータイルの中でもクオータイルインクとクオータイル X の違いっていうふうなのもちゃんと押さえておきましょう。えっと、今、ヒンジで計算すると、第一四分位数は32だった。だけれども、クオータイル X で計算した場合の時の第一四分位数は31となっていた。これは、 X の計算の仕方っていうのは、こんな風にして、ク弟ータイルインクを元にして計算をつく作ってあるから、そしてクオータイルインクに関しては、こんな風に4分割するっていう風な発想を持ってるから、だから、ヒンジっていう風な中1で求め続けるっていう風な私分にあり方とは、ちょっと違うんだよ。 っていう,ふうなことっていうのをしっかり押さえておいていただくっていうふうなことが大事になってまいります。ここまでで、箱ひげ図および、クオーター入りと品字の違いっていうふうな説明を終えたいと思います。